はい、今日は初めての場所来ましたね。淡海川。朝のね、今6時40分なんですけど、来たらね、もう早速います。釣り人が。で、マングローブジャックが釣れるみたいですね。ああ、ほら。マングローブジャックが釣れると。ここです。じゃあカメラこの辺置いてやろうか。うん、いい良さそう。何で食うかね。ミノーで食うのがね。サイレントアサシンで行こうか。ラインは切れたけど、ルアーは回収できました。ああ、これね、ラインはね、これリーダーからね、スナップ切れてるね。だけどこれが、まあいいや、そんなことは。ちょっと結束し直します。これ使ってるみたい。針は何だこれ。カナタ。Yesterday I the black bass strike me. This what happened to my hook. So I change. こうなったみたいね。Black bass. How many kilo that one? 7.5 kilo. Oh, 7.5. Yes. Ah, I know. You post the magete anglers? Yes. Ah, kare desu. Very famous. Kare ga black bass tsutta kare desu yo. Kono hen de kyou wa owaritai to omoimasu. 8時かな。あれは、投げ続ける。
はようございます。淡海川の淡海橋なのかな、そこの下に今5時ちょうど着きました。初めてなんですけど、なんか人が侵入してるな。うわ、これ見えないよね。ちょっと広く見るのかな。もういいや、着よう。はい、ということで今ね2日目の7時50分ぐらいなんですけど、魚っ気はない。オイルみたいなのが全くない。で、水はかなり濁ってるんですけど、で、場所はここみたいですね。で、キャストが難しい。常に糸が木の枝に引っかかったりして、その度にライン結んだり、ルアーもね、ロストしちゃってるんで、かなり難しいかな、僕にはね。そのキャストが今までそのショアジギングって言って思いっきりジグ飛ばしてしゃくってた釣りと全く違うんで、まず練習と、あとここで、この場所でどこが、根掛かりするのかとか、いろいろポイントを覚えていかないといけないんで、初めてのポイントなんで、そういうところも含めて面白いんですけど、その辺が難しいですね。で、やっぱ地元の人も知らない、こんなでかい魚がいるっていうのは知らないみたいですね。聞いてみたんですけど、これここで取れたんかみたいな感じでしたね。一般的ではないですね。かなりレアなのかもしれない。本当に何匹、かな、分かんないけど面白いですね。とりあえず今から彼がなんかやっと7時ぐらいに起きて、他のポイントといろいろ教えてくれる、ここに来てくれるみたいなので、ちょっと待ちつつも。影キャストしてみたいなと思いますね。この辺